ですね、今日はね、どういう話かちょっといろいろ考えてたんですけど、あのね、結構自分に厳しい人多いんじゃないかなっていう話を今日はしようかなと思います。ですね、さっきあの私はですね、ちょっと昼寝してました。まあ昼寝っていうか、まあ、夕方ですけどね、あの30分ぐらい寝てたんですけど、皆さんはなんかこう勉強してる時に眠くなった時ってどうしてます？多分ね、授業中、例えば学校とか塾でもそうですけど、授業中とか自習中に寝てたら多分ね、パーンって頭叩かれてこう起こされたりとかっていうことを多分日常的に見てるんじゃないかなと思うんですね。でそうするとやっぱりほら、勉強とかしてる時にあの寝てたりするとなんかもう、なんだろう、そのダメだと思うじゃないですか。要するにダメなことなんだと、なんか勉強してる時に眠くなるのはダメなことで、その眠気を我慢して勉強するっていうのがなんかこういいこと、善みたいなあの考えに至ってる人もいるんじゃないかなって思うし、真面目な人ほどね、そういうことを考えてる人が多いと思うんですよ。でもね、あの眠くなった時に我慢して勉強しても結局頭に入ってないんで意味ないっていうことにまず気づいてくださいね。でそうすると何をしたらいいかというと、もう寝たらいいんですよ。眠くなったら寝ればいいんです。でもそういうことが分かってないから、あの学校の先生とか塾の先生とかっていうのは自習中に寝てたりとか、あのね、授業中に寝てたりすると、まあ、起こすんですけど、結局脳がもう止まってるんですよね。あの睡眠物質が頭に溜まってもう完全に体を休める方向に脳が動いてるんで、もう外から情報が入ってきたところでもう全然脳は覚える気になってないわけですよ。そんな時に勉強したって意味ないから、だったらもうそこでグッと寝て、眠くなったら寝て、で20分30分弱ぐらい寝たら頭がすっきりするんで、それで初めてそこの寝た時にね、あのできなかったことを取り返せばいい。あのその時その時をね、大事にしすぎるんですよね。それって良くない。あのもちろん例えばね、その次の瞬間死んでしまうってことはまずありえないと思うけど、まあ、確率的に低いじゃないですかね。ゼロとは言わないけど、あの人はもちろん明日も生きれるし、多分1年後まで生きれるんですよ、あの何もなければ。だからあの今目の前の瞬間を大事にしすぎると、そういうふうにこう眠いのにそれを我慢して勉強したりとかっていうことをやっちゃう。でそうするとね、なんかあの体壊すし、頭に結局ほら眠い時は入らないから、どっちにしても意味ない。で私の塾は何をしたかっていうと、あのもう生徒たちにはね、最初から説明するんですよ。眠くなったら寝なさいと。ただあの自分で時間を計りなさい、25分時間を計って寝てください。なぜ25分かっていうと、ね、あの人間の睡眠って2種類、まあ2種類というかね、あのレム睡眠とノンレム睡眠を繰り返しながらあの睡眠って作られてるんですけど、深い眠りに入る前に起きてくれれば頭はスッキリするんですよ。でも30分以上寝てしまうと結局レム睡眠に入っちゃって、あの脳がもう完全に休んじゃう状態になる。でそこからね、急に起こされるとね、頭ボーっとしちゃって頭痛くなったりするんで、逆に非効率になるんですね。なので睡眠、まあ仮眠ね、仮眠はだいたい25分、30分以上取ったらダメです。でその代わり眠くなったら寝る。そしたらその30分弱の間でもしかしたら何かできないことができる、あの出てくるけども、あのそれはもう起きて頭がすっきりした段階で取り返せばいいんですよ、ね、そうすると効率がトータルで良くなるでしょ。眠いのに我慢して勉強し続けたってダラ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 するだけで頭に残んない時間が何時間も作られちゃう。それだとね、勉強頑張ってる気になっちゃって、頑張ってるって自己満にはなるけど、結局あの身入りはないです、ね、本当は皆さんが勉強してるのは何か新しいことを身につけたりとか覚えることだけども、脳がもう寝たいんだったら寝かせてあげてください。でも25分ね、25分で、それはあの睡眠に関して言えば、あの仮眠だけじゃなくて夜の寝る時間もそうです。例えばね、まだ未だにね、未だに親御さんが例えばそのあんまり長い時間寝かせるのはって考えてる人も中にはいると思うんですね。でもちろんその短い時間、短眠法っていうのもあるかもしれませんが、もう中高生とかの若い時はもう少なくても7時間、8時間寝てほしい。寝る時間を作ってほしい。寝る時間作ったところでほら、あの両方多分30分ぐらいはね、あのバッファーがあるんですけど、だいたい6時間半以上は寝ないと寿命がどんどん短くなるんですよ。あの若い時の睡眠時間が7時間を切ると、あの数年単位で寿命が縮まるっていう研究結果もあるので、実はね、睡眠の不足っていうのはかなり体に負荷をかけます。でなおかつ、例えば今睡眠時間が4時間5時間である、
中にはね、あの地方に住んでる子とかっていうのはさ、電車で1時間とかかけて学校に来る子もいるんで、朝課外とか、まあ熊本とかね、九州は朝課外っていうのがあるんですけど、課外っていうのはね、あの授業の前に1コマ多めに授業を受けないといけないっていうね、よくわからないルールがあって、まあそのせいで、なんかあのほら、もう5時に起きないといけないとかね。で、そうすると、夜12時に寝て5時に起きるんだったらさ、5時間しか寝れないし、5時間丸々寝れたらいいけど、多分、まあ30分1時間ぐらい少ない4時間睡眠ぐらいになってるわけですよ。で、そうすると最初それがきつくて、でもだん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 その生活に慣れていくと、あのそれが普通だからあんまり感じなくなるけど、頭がね、完全にね、あの最高のパフォーマンスが発揮できない状態がノーマルになっちゃうんですよ。だからどこか頭がぼーっとしてる状態、 100% 出せない状態、言ってみれば 60% の状態が自分の全力なんじゃないかと思い込んだまま、それをノーマルに過ごしていくような状態になります。だからなぜか頑張っても伸びないし、もっと言うと長い時間頑張らないと伸びない状態になっちゃう。だから睡眠時間は少なくても6時間半から7時間は取るように心がけてください。これはもう本当に体の健康も含めて、あの前も言いましたけど、勉強のために体を壊すなんて馬鹿げてるので、体の方が絶対大事です。 100% 大事です。もう最優先は体です。健康です。健康を害したら何もできない。勉強で健康を害すなんてもうバカらしいんで、絶対やめてくださいね。で、さっき言った通り、仮眠はしっかりとる。眠くなったら寝る。そして頭をすっきりさせてから頑張る。絶対そっちの方が効率的なんで、このことはぜひね、今後の勉強に生かしてもらったら思います。